お父さん、もっといっぱい話せばよかったね。お父さんの懐中時計、治ったらもらっていいってお母さんに聞いたの。治らなくても持って行きなさいだって。元はおじいちゃんの時計だからかなり古いけど、前は動いてた。私がお父さんと話さなくなった頃からかな。あの頃からずっと時間が止まったままなのかな。お母さんがよく言っていたよ。お父さんは東京駅の時間を守る神様だって。お父さんと同じ東京駅の輸送主任だったおじいちゃんからもらったこの時計で、お客さんを正確に安全に目的地まで送り届けるために。思い出してしまうのは眩しい季節ばかり。君はどうかな、君は違う。前にお父さんが修理を頼んでいた時計屋さんはもうなくなってしまったみたい。他のところへ修理に出してみるしかないけど、なんか残念だな。おじいちゃんは元の東京駅とトンガリ屋根の東京駅、両方を見たことがあったんだろうね。お父さん、東京駅は今年で100歳になるんだって。君はどうかな。お父さんたちはずっと見てきたんだよね。この駅を訪れては去っていくいろんな人たちを、その人たちのいろんな物語を。その時計屋さん、お父さんのこと覚えてたんだよ。おじいちゃんの時計を調整してもらいにお父さんたびたび来たんだってね。私知らなかったよ。お母さんと出会った場所、東京駅だったんだね。プロポーズして結婚するんだって嬉しそうに話してたんだってね。それから私のことも、可愛くて仕方ないって、こいつが嫁に行くなんて俺絶対嫌だよって。また会えるかな。お父さん、ごめんね。いっぱい話せなくて。明日、私は結婚します。お父さん、ありがとう。
いつまでも見守っていてね。